それでは時間になりましたので、よろしくお願いします。おお、よろしくお願いします。ということで、お集まりいただいてありがとうございます。今ドタ参加の連絡があったりとかして、多分そろそろと集まってくるんだと思います。はい、はい。ということで、毎回恒例でなっちゃってすいません。最初はちょっとだけこの回の目的をやっぱり共有しておかないとということで、でまず名称変えましたということで、今までは教育×デザイン思考サロンってつけてたんですけど、まあ、デザイン思考を目的にしてるわけじゃなくって、あくまでもデザイン思考を、まあ、使いながら、でもデザイン思考だけじゃなくて、今日はちょっと有理論もご紹介したいなと思ったり、はい、グローモデルっていうのを先週はご紹介させていただいて、コーチングのモデルだったりとか、まあ、いろんな使えるものは何でも使いながら、私たちが考える現時点でのザベストな、いい感じの授業が作れたらいいねっていうことを目指したいと。で、それは何のためって言ったら、こういうことっていうので、明日の教育を進化し思考するサロンみたいな、むちゃ長、逆に長くなっちゃったんですけど、あえて進化っていうのも、思考っていうのもカタカナにしていて、いろんな意味を込めてますと。それちょっと、後々話していこうと思うんですけど、ということで、ここは変わらずなんですね。サロンホスト、ここに、画面に出ている3人で、教育についてゆるゆる語り合う前半と、ご視聴いただいて、ご視聴&ご参加のつもりなんですけど、参加してくださってる皆さんと全体でミーティングする後半っていう形でやっていきますと。で、まあ、3人で現時点の教育のこと語ったりとか、こういうふうに、まあ、理想について語ったりとか、でもその理想をただ語ってるんじゃなくて、それを実装していくにはっていうことを語ったりっていうことをしていくと。で、明日の教育をデザインしていきましょうと、皆さんと、というので、教育に、関心のある学生さんとか、授業に追われている先生とか、なんかヒントになったら嬉しいなっていうところは、やっぱりちょっと秘めてますと。で、あと、3人の共通点は、まあ、英語っていうところもあるので、できれば、まあ、英語の、能力向上のような授業、いわゆる高校の中で言ったら科目として英語って現時点では当てはめられているけれども、まあ、そこの50分の授業とかちょっ と、デザインして実装してみようっていうことをトライしたいので、まあ、そこに向けて、本当に単純に英語力をつけたいっていう人も参加してくださってたら嬉しいなと思ったりしています。はい、ということで、3人ホストがいますと。はい、ホスト1号、ここ全然変えてなくて、来週あたりなんか変えましょうか、自己紹介も面白くないんで、写真とか、そっけない、はい、まあ、そっけないでしょうね、もうもはやね。 なので、ここはもう読まずに、まあ、皆さん、見てくださってる方はこう目を通しつつ、なんだろうな、ウッシーって人が分かるような何か、なんだろう、ウッシーの、まあ、単純に趣味というか、ここ最近一番ハマってることとか、なんか人生を通して結構ずっとこんなのを趣味にしてるんだとか。いや、実はですね、僕はずっと教会に通っていたというか、クリスチャンホームだったので、バプテストっていう福岡に西南学院であるんです。そことかを経営してる宗派なんですけど、自身ですと。で、教会でバイオリンをちっちゃい時に習っていて、で20だから結構賛美歌専用なんですけど、年くらい経ってしばらく直して最近また弾くようになったんですよね。はい、なんで僕、アイリッシュが好きで、アイルランド系、スコットランド系のやつをこうギターと合わせるっていうのが好きで、ツアードでね、実は、
ツワノのおじさんとやったりとかしてました。ツワノのおじさん。ツワノのおじさんだったとね。また帰ったら一緒にセッションしたいなと思って。バイオリンとギター合わすんですか？そう、僕らがバイオリン弾くんですけど、それとこうギターで合わせながら、やるんですよ。で、なぜかアイリッシュとスコティッシュってなかなかこう、境目がわかん、僕も全然詳しくなかったんだけど、自分が聞いててなんかいいなと思うのは、なんかスコティッシュばっかを多かったんです。なんか最近気づいて。で、今は YouTube でもこういい動画がたくさんあって、こう教えてくれる、バイオリンも、ね、フィドルって言うんですけど、アイルランドでは、あれの使い方とか、はい、フィドルの使い方みたいなのをね、いろいろ動画があるので、研究してみたいなと思っていますって感じですね。いやー、面白い。ありがとうございます。音楽でもありますけどね、はい、確かに。じゃあここに1分くらいの動画のしたいですね、バイオリンの。動画しますかね。うん、でそこに展開をヘチマじゃなくて、はい、ヘチマの代わりね、真剣模試があるヘチマの動画を使えて、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。そしてホスト2号は、タクちゃんです。ホスト2号ということで、はい、じゃあタクちゃんも同じく、はい、今のなんかヨッシーさんの音楽話にちょっとかぶせていくと、なんか僕ですね、まあ、趣味とかじゃないんですけど、めちゃめちゃ音痴でっていうのは今ヨッシーさんの話を聞いてすごい思い出して、結構エピソードがあるんですけど、なんか前の高校で僕唯一の常勤の英語の教員だったんですね、うん、で今までこうずっと伝統で文化祭では英語の合唱をするみたいなのがあったんですよ。で、それを引き継ぎで受けたんですけど、1年目僕があまりにも指導できなくて、歌の。で、2年目以降亡くなるという。そんな、いきなりね、そんな、合唱の指導しなさいってね、なかなか。それもね、音痴だからじゃないのかもよね、それはもはや。うん、なんか中学校の時に合唱コンクールっていうのがあるじゃないですか、うん、で3年生の時にもう最後の学年やったし、めっちゃ頑張って歌おうぜみたいな感じだったので、頑張って歌ってたら、うん、なんかこう担任にある日肩を叩かれるわけですね。窓際にはやられるみたいな。で、またあ、なんかなと思ったら、こ うちのクラスはちょっと優勝を狙っとると、合唱コンクールで。で、合唱っていうのはハーモニーが大事だから、長とお前は指揮者として貢献してくれないかみたいな。ああ、何それ。そう、だから僕は全然わかんないんですよ。自分が音痴だということが。だけど、周りが聞いたらすごいらしい。いやー、そんな自分が楽しければ。そうだよね、歌うのはね。うん、そうだよ、そうだよ。だけど、うん、なんか口パクでって言われるよりは指揮者の方がまだ口パクって口、うん、子供が生まれたのでピアノのちっちゃなおもちゃを買って2000円ぐらいの、なんか適当にこう、うん、妻に聞きながらポンポン鳴らしてます。妻からは歌わないで音痴が映るとかは言われてない？あ、そうです、車でこう鼻歌みたいな感じで歌うじゃないですか、うん、あれはもうちょっとやめてくれないかと。原曲がわからんなる。なるほどね。なんかちょっとだけタクちゃんの日常生活のずれたところを妻のブログから垣間見たりして、はい、歌もずれてる感じ。楽しければいい、ね、そうだそうだ、本当そうだそうだ、うん、ありがとうございます。じゃあ私、私もじゃあ音楽関連で、音楽でいく、はい、はい、私も私もね、なんか昔カラオケで
友達とカラオケ行って、小学校の時とかにカラオケに行って、で、あの人、なんだっけ、むっちゃ難しい歌歌っちゃったんですよ。タララララタラララララって、誰だっけこれ、中島みゆきの歌を歌ったら、もうすっごいなんかずっとそれから音痴って言われ続けてて、でもなんか声質はなんか、なんかこう再現でいくと、はい、中島みゆきをね、うんうん、なんでそれを選んだかもわかんないんだけど歌っちゃったんですよ、うん、でずっと私はもう音痴だって思い込んでたんですけど、シャウト系は得意かなと思って、うんうん、グリーンデーとか、あ、グリーンデー好き、あー、嬉しい、そう、グリーンデー大好きでとか、あとはラップとかなんかこうあんまりわからない音程を、だからタクちゃんにもおすすめかなって思います。うん、ラップとかシャウトとか、とりあえずあのグリーンデイのバスケットケースとかの、あの、はい、あの4文字が出てきたりとかのとこら辺だけすごい元気に言うみたいな4文字はっ、うん、みたいな、いいですね。僕カラオケ行くのは大好きなので、うん、行こう行こう、行きましょう。音楽、あの英語限定で行きましょう。英語でやろう。うん、あ、私あのカホン叩きます。でもあの打楽器、はい、なので今度バイオリンとセッションしましょう。そう、あれはねすごい合うんですよ。本当に。本当に、うん、あれもカホンと、そう、カホンとあのバイオリンとギターとかよくあれでサトリオでよくやる。あの僕はやってこないですけど、うんうん、あれは、うん、絶対合うなと思う。わ、うん、かりました。じゃあ今度はあのリモートでセッションしましょう。やりましょう。はい。はい。ごめんね、ちょっと一個言わなきゃ。今自分のね、せっかくこうバイオリン弾こうと思ってこう持ってきたんですけど、今部屋がね、まさかのね、4月から引っ越し部屋がね、まさかの楽器禁止でね、で外でやらなきゃいけないんです。だから外でやります。はい。いいじゃないですか、有給のお金やってくださいよ。そう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 、すごい似合うよ、あの夕日を見ながら、はい、ね、芸工大生も入ってくれてますからね今日ね、うんうん、はい、たかひろということで、ちょっとだけね、枚数減らしてるんですけど、毎回あのデザイン思考が1週目2週、1週目はデザイン思考の話になっちゃって説明して、なんかいかにも私たちデザイン思考やんなきゃいけないのかっていうちょっと縛りを感じつつ、いや違うんだなっていうところで話し合った結果の部分なんですが、ただデザイン思考がするしないとかじゃなくって、あくまでもなんかそれを使いながらっていうところで、まあ、この辺は結構参考にしてますよっていうところをちょっと紹介、はい、前回誰が紹介した？たくちゃん、たくちゃん、あ、じゃあ今度ウッシーが紹介してください。え？はい、即興ですからね、ここはね、はいはい、やりました、はい、まあ前回のやっぱ日本語は良かったので、ちょっとそれがごめんなさい。できるかから再現できるか分かんないんですけど、エンパサイズはですね、寄り添うっていうふうに訳してくださって、で、その後の、ディファインを、これは課題みたいな感じで言ってましたっけ、うん、課題を、まあ、自分でこう定義していくと。うん。で、それからそれをこう、まあ、アイディエイトって多分この、まあ、何が一番良いのか理想なのかってことですけど、まあ、方向づけていくわけですよね。で、そこからさらに、その中で、プロトタイプというのは、ものでもあるし、ことでもあるけれども、何か形にしていくと。で、でそれをもとに、実際に、まあ、僕らが言うと、ユーザーが誰なのかっていうのは、また違う別の議論かなとも思うんですけども、それを、パブリックにしていくとか、ユーザーに試していくというかいうことを、していくっていうこの、まあ、5段階なんですけども、これまあよくいろいろ多分デザイン思考って検索するとこの六角形がまずパッと出てくると思う。なんで六角形かはちょっと
わかんないんですけど。でも、まあ、これがこう出てくるとっていう時に、うん、まあ、でも、いろいろよくよく考えてると、結局このなんか流れだよなっていうのは、なんかそこにこう自然にこう行き着くんじゃないかなとは思っているので、なんかこの流れでやんなきゃいけないというよりも、本当に人のことを考えて寄り添って、ものを作って、みんなでものを作っていったら、なんとなくこんなサイクルになるかなっていうくらいの受け取り方でいいのかなと思ってます。うん、はい。はい、うん。ありがとうございます、はい。そうなんですよね。なんかね、よくよく考えたこれ PDCA って言えるねとか。ね。うん。うん、なんかデザイン思考ってすごい特別なものっていうよりも、こっちの絵をに戻あの行きましょうか。グローモデルで、私の授業を受けてくれた人も何人か受けてくれているので、それで言ったら、G が最初に来てると、PDCA では P はプランだから違うか。要するに目指したいものっていうのが、まあ、ある上での、リアリティを、考えて、そこに、じゃあギャップがある、そのギャップを埋めていくためには、どんなオプションがあるかっていうところが、これがアイディエイトをしていくと。で、アイディエイトしたものをプロトタイプ作って、さあ実施してみよう、実装してみよう。実装した上で、またそこに不具合があったりとか、あれば、そこをまた、検証して、そしてそこを埋めていく。ための何らかの、施策を立てて、進めていこうというところで、それが、さっきのグローモデルをデザイン思考の言葉で当てはめるとこういう図になりますねっていうところ、何らか不満があるねっていう感情の、私と、あと先週2週目は感情っていうところで言ってたんですけど、状態とかで、その、この状態からこの状態に、うん。はいはい。あ、オッケーオッケー。はい。この状態からこの状態に変容していくためには、どういう施策が立てられるかな、っていうことを、まあ、進めていこうっていう話をしてまして、それがさっき牛が言ってくださった、例えば、もともとが、デザイン思考においては、こう、プロダクトを考えていく上でのデザインを考えるっていうところで、プロダクトだったんだけれども、それに対して、こう、ユーザーが不満があるとか、イライラしてるとか、それを、何を、付け加えたり何を変更したりしたら、ユーザーは満足してくれるのかなと。で、それがもう少し拡大されていって、で、じゃあコミュニティって考えた時に、そこに住む人たちの何らかの不満だったり苛立ちだったりっていうところが、そのコミュニティがよりハッピーな人たち、がみんな満足してこの、コミュニティで住むっていうところに満足して、お互いを思いやり合ってっていうにするには、どんな企画を立てたらいいか、イベントを立てたらいいか、例えば何か供給し今だったら何を供給するのかとか、はい、まあ、そういうことだったり、それが学校だったらエデュケーションだったら、まあ、学校なのか授業なのかっていう、一授業かもしれないし学校全体かもしれないけれども、そこに対してどういうようなやっぱり、企てをすることで、生徒みんなが、もしくは教員職員も含めてみんながハッピーな状態、満足な状態になるにはっていうことを考えるというのが、まあ、デザイン思考だったと。で、1週目の、に、まあ、この辺エンパサイズ、まあ、寄り添っていくと、まずはここにいる、じゃあ英語の授業って見た時に、そこにいる生徒のみんなが、なんかよりワクワクして楽しんだ授業を受けれてるようになるにはっていうことを考えた時に、やっぱりじゃあそこに、じゃあそうなってないわけだから、そこにいる生徒のみんなからまずはヒアリングというか、感情に寄り添う、気持ちに寄り添っていくっていうことをしなきゃいけないねっていうのが1週目2週目やったことで、今週もそこなのかなっていうところなんだけど、ちょっと絵を足しました。はい、ね、これ結構
そうなんです。これが U セオリー、あの U 理論っていうやつ。これは、MIT、マサチューセッツ、工科大学のオトシャーマン博士。今、私、うちに全然その辺の本がなくて、湘南工科大学に全部研究本は、あの、研究室に置いてもらうことになってて、あの、そっちに箱が積まれてる状態で、開けないままに、箱だけが積まれてるみたいになってるの、今。一回も行けてないから、学校。なんですけど、じゃあ、エンパサイズするのに、寄り添うためには、もっと掘らなきゃいけないっていう、うん、ちょっと掘った絵にしてるつもりなんですけど、何が言いたいかというと、そこが、例えば、例えば本当に、英語の授業でちょっと 例に出すと、1回目の授業で、アルファベットを書くのも、なんか、例えばこう、A とか B とか覚えられないとかで、その書いてるものがそもそもついていくのがしんどいってなっちゃったとか、例えば、まあ、よくあるのが、あの、わからない単語が1個出ただけでそこで詰まってしまって、それ以降の先生が言ってることが、もうそこにこだわりすぎて聞こえなくなって、結果、もう後がついていけないっていう。例えば、そこが完璧主義な、ちょっと一面を出してしまったがためについていけなくなった、なのか、とか、いろいろあると思うんですよ。そこにどんな感情があって、そこにつまずいちゃったのかなっていうのを、掘り下げていかなきゃいけないと。で、その掘り下げるっていう上で、これが U 理論の、ダウンローディングしていこうっていうふうに。で、プレゼンシングっていうのはソースにつながるなんだけれども、これちょっと別の絵なんですけど、あの、私とは何者かっていうので、ちょっと若干あの、マインドフルネスと、あの、の、いう理論から持ってきちゃったので、なってるんですが、要するに、さっき言ったユーザーっていうのが、エデュケーションにおいてはスチューデンツって置き換えてみて、じゃあスチューデンツたちの心の内に何があるのかっていうのは、先生と生徒っていう立場で、こだわりすぎてたらダウンローディングにもいけないわけで、やっぱり観察、ここがね、観察し感じ取るっていう、C&Sense って言われてるんですね。で、自分自身が先生だったり、ここぐらいは分かるだろうとか、これは、ここはクリアしないと次に進めないんだよねとか、なんかそういう自分なりのなんかそのルールみたいなのがあって、寄り添おうとしてたけど、自分なりのルールがある中では寄り添いきれてない。なので寄り添うためにはそれも全て手放すっていう、だから先生っていう立場を手放した上で、一個人として、私もね、英語をね、苦手意識あるんだよね実は、なのかとか、まあそういうふうに本当に同じ目で見れたらいいねっていうところが言う理論なんですよ。だから自分自身、ここもなんか無意識で縛ってる自分自身のルールっていうのもあるかもしれないし、なんかそういうところにもセンスしながら自分自身も気づくとか、あの、英語ってこれからはグローバル社会なんだから、これぐらいは知っとかなきゃねとか、中学校レベルの単語ぐらいは身につけとかなきゃねとか、そういうなんか、あの、世間いっぱいのそういうものを、で、自分自身のもう頭の中にコーティングされていないかとか、ちょっと話がずれるんですけど、昨日あの、毎週火曜日は、ユースレジリエンス研究所っていうので、あの、小学生から、中学生、高校生、子どもたちの、レジリエンスを向上させるための、まあ、研究所っていう形で、ヨガを提供したりとか、アーユルヴェーダのお話ししたりとか、っていうのをやってるんですよ。で、そこで、あの、アーユルヴェーダの第一人者の上馬場先生っていう方が、すっごい大量、1時間の、そのウェビナーに、50枚ぐらいの資料を、
1分1枚ぐらいな感じで、だけど上馬場先生、私も喋りすぎだっていうのを気をつけてるんですけど、むっちゃ喋るんですね。で、あの出てるものをさらーって流していくんだけど、多分ついていけないかもと思って、私はそれを一生懸命拾う役をしてて、その中にこうバイタルサインっていうのが出てきて、バイタルサインにはこれがこれがこれがあって、自分で気づけなきゃいけないってさらっと流したんだけど、私結構ここ大切だなと思ってて、バイタルサイン、はい、で、みなす、なんか、これも同じく、こういうウェビナー形式でやってたので、視聴者の皆さんに、バイタルサインって何かご存知ですかみたいにちょっと投げさせてもらって、バイタルって、バイタリティって、要するに生命のって意味で、その生命維持のためのサインとして、体温が、まあ、一般的には 36.7 度ぐらい、がちょっと微熱と言われ始めるとかね、うん、案外そういうのも知らないけど、もうそれが当たり前になってるとすっ飛ばしがち、うんうん、というあたりのここら辺、それに自分自身も気づかなきゃいけないっていう、そこどの辺がつながってるんですか？ここです、ここ、このセンスするっていうところで、自分自身が当たり前って感じているものを、もうすっ飛ばして、例えば英語はグローバル社会なんだ、この子は留学行きたいって言ってるんだから当然英語力つけたいって思ってるはずだよねとか、うんうん、英語力をつけるためのモチベーションは高いはずだよねとか、うんうん、それももしかしてそんな高くないけど親に言われてなのかもしれないしとか、なんかそこも全部ゼロな視点で見れたらいいなっていう、うんうん、そのゼロな視点っていうのがプレゼンシングっていう視点なんですよ。源につながる、うん、はい、その人のソースっていう言うんですけど、うん、その人が源泉としているものって何なんだろうにつながっていこうっていうのが有理論になります。うんうん、すごいですか、これ。はい、ダウンローディングってこの半分、うん、こっちの下がっていく半分がダウンローディングの過程。ダウンローディングです、はい。どこだ、はい、なるほど。ダウンロードって僕らがイメージするダウンロードあるじゃないですか、うん、はい、それとどに似たところがあるんですか？似てます。要す、向き合う、その変容を求める相手の情報を全部ダウンロードする、感情も含めて。そっか、じゃあこうダウンロードする側とされる側があるっていうこと？はい、そうです、そうです。ここで言ったらこのユーザー、まあここで言う、学校エデュケーションで言ったらスチューデンツ、そのスチューデンツの全てをダウンロードしていくっていう感情も、でそのためにはその、なるほどね、うん、先生であるっていう、うん、もうなんかその先生という役割も忘れて、もう同じゼロの目線に、うん、立てるっていうことを目指してる。うん、なるほど、うん、じゃあこれってのはこうやっぱりこう主体と客体というか分かるんですけど、この基本はこう2者の関係性みたいなことを表現している、それとも自己の一人のなんかセルフなの過程なの、どっちもある。どっちもあります。どっちもあります。うん、例えば、さっきのグローモデルをご紹介した時に、うん、これね、グローモデルで私はセルフコーチとかも、おすすめしてたりして、自分自身がありたい姿、うん、現状を、じゃあそれに対してありたい姿に近づけるためにどんな選択肢を上げることができるかなって、うん、これセルフコーチング、自分自身をセルフコーチするコーチングするっていうのもできるんですよ。でその時はそれこそ、自分自身を有理論する、自分自身をダウンローディングする、自分が本当にこれに ここ目指したいのかなっていうことも疑ってかかる。これって周りが求めてる比叡光のあってほしい姿を自分は自分で勝手にありたい姿って思い込んでるんじゃないかとか、そこも疑ってかかって自分を俯瞰して、
で、観察して自分の心情にセンシングして、うん、あれ自分ってなんかここにこだわりすぎてて、例えば、うん、先生って呼ばれるのが嫌だっていうのにこだわりすぎてとかね。で、だからなんか、うん、で、そういうのも全部手放して自分のもっと素の本当の自分から降りてくる情報を受け取るっていうことですか、ね、はい、どうだったかな。自分が根底的に潜在的に本当に何を望んでるんだろうっていうところに降りてみるっていう、うんうんうん、なるほど。それが自分の中だ、自分の中の有理論だし、それがそのデザイン思考でいうユーザーがあってだとしたら、そのユーザーの根底に、希望しているものとか、っていうものに寄り添っていく、そこまで寄り添わなきゃいけないよねって私は思ってて、だからそうエンパサイズは、だからはい、なのでちょっとエンパサイズのもっと掘る段階って必要だなって思って、うん、いや、そうですね、ちょっと話しましたけど、それこそあれ、いろんなデザイン思考の本の中でもこのエンパサイズのところ、まっさらな気持ちでユーザーの気持ちを聞きましょうみたいに書いてあるんですけど、さらっと書いてあるんだけど、そんなまっさらな気持ちなっていうものは普通持ちえないわけだから、うんうん、ね、うんだから本当このプロセスが大事なんだなって思うんですよね、うん、はい、なのでそうなんです、そうなんですよ、あ、なんか すごい1週目やって2週目やってまた3週目もここやろうとしてるんですけど、それぐらいここのねアイデア出し、本当はみんな早くアイデア出したいんですよこんなんできるんじゃない、あんなんできるんじゃないって、だけど、うん、ここに寄り添わない限りはやっぱりなんか本当に満足につながれるような授業って作れないんじゃないかなって思っていて、でせっかくこうやってで参加したいって言ってくださってる方々もいる中で、そこまで掘るなんかここのプロセス本当に大事なのに、ここ結構ないがしろにしがちで、うん、だからここをすごく私はこのサロンにおいては掘り下げたいなと思って、うん、要になります、うん、すごくで、ここさえおなんかここのプレゼンシングまで行ったらアイデアって勝手になんか湧いてくるこれもあれもできるんじゃないみたいな、はい、なのでそこをちょっと体験、皆さんと一緒に体験したいなと思って、うんうん、で別の言い方でっていうのではしごっていう話をしたんですけど、これこの絵わかるかな、なんかね同じ土壌の上に座ってるように見えるんだけど、それぞれ登ってきてるはしごって違うんだよねって、だから例えばこう家族とこんな、体験をしたとかね、なんかちょっと辛い思いをしたとか、いろんな体験を通したこういうそれぞれのはしごを登っているっていうお互いの理解でいたい。例えばここに今3人いるじゃないですか、画面に出てて、でもうっしーもたくちゃんもひかるもみんなそれぞれの体験を登ってきているから、同じ例えばより良い教育って言ってもそれぞれが見てるより良い教育って違うものであるっていう認識のもとで、じゃあそれをもっと掘り下げて、じゃあ具体的により良いってどういうふうに別の言葉で表すと、類義語とか対義語とか使ったりとかしながら、その言葉の本質とか根底にあるものを見つけていくっていうことが必要っていうので、うん、それぞれがみんな見えないはしごを登ってきてるっていう話を、はい、してました。有理論で言ったらそ なんだからはしご降りていこうよと登ってきた背景とかも含めて、自分がそれをもう一回降りながら、あ、こういう背景でこういう体験してこういうトラウマ抱えててっていうところでっていうのを自分が降りながら思い出しながら、で本当の根底のレベルで
言葉以上のもので理解し合えるっていうのが、まあ、有理論のプレゼンシング。なるほどな。はい。なんか面白い。なんかここがプレゼンシングです。うん、はい。ディファインっていうのもなんか、うん、地面を確認するみたいなそういう感じがなんかしてきた。なんかここの、今どこに立ってるかを一緒に確認するような。そうだよね。そうそうそう。そうなんです。そうなんです。うん。ディファインする。そうそう。な、エンパサイズしたら、あなたが使ってるこの言葉って、私が使ってるこの言葉なんだとか、あなたが伝えようとしてるこれって、言い換えるとこういうことだよねって、こう、お互いの認識を、まあ、共有していくっていうところがディファインかなと。はい。っていう、はい、そうなんです。だからデザイン思考の中でもやっぱりここが一番大切なんだなと思ってて、うん、でと同時にじゃあどこに向かいたいのっていうのはやっぱり確認しながらっていうところも必要で、でもここを確認してる上であれ目指してたのこれだったけど実はそうじゃないかもっていうのも出てくるかもしれないんですよね。っていう感じで、皆さんとまたこの部分をしたいかなと思うんですけど、どうですか、もうちょっと付け加えてとか、うっしーたくちゃん、うん、じゃあ、うん、お集まりいただいてる皆さんを招き入れてもよろしいでしょうか。今日もむちゃくちゃ面白いメンバーがここにいっぱい入ってるんですよね。初めて入ってこられてる人も、いると思うんですけど、いるんですけど、私の多分知り合いだったりとかかなとか、うん、はい、で、初めてですけど、いつもそんな感じなんです。前半で後半は、見ているだけじゃなくて入っていただくっていう感じなんですが、入るのはちょっと苦手よっていう方はそのまま、見てくださってるだけでもいいので、一旦私皆さんに参加、参加の、ボタンを送るので、参加はちょっと勘弁してっていう方はそれを押さずにそのまま見ている、みんながディスカッションしているのを見ているっていうのでも大丈夫なので、はい、そういう感じでお願いします。ということでパネリストだよね。あ、そっか、よし。音楽今、バイオリンの なんか聞こえました。聞こえた、聞こえた。そうです。今いいなと思って。うん、はい、うん。皆さんご参加ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ちょっと簡単に、ご紹介レベルでお名前を紹介 してできる人を紹介していきましょうか。どうぞ。はい、3人はもう紹介させていただいているので、私から見てになるんで多分皆さんによって違うと思うんですけど、さやか橋本さんはカンボジアから参加してくださってます、はい、2週目も参加していただいて、うん、同じくゆずき近藤さんも、はい、でもしよければ皆さん待ちつつ名前の変更っていうところを自分でできると思うんですけど、呼ばれたい名前に変更していっていただけると嬉しいです。例えば私、うん、ひかるちゃんと呼ばれたいのでひかるちゃんで、はい、
で、さやか橋本さんは、ニュージーと。はい。で、サラスースっていうカンボジアの方々の、カンボジアの女性の、就業というか、お仕事を、はい、作ってるというか、公募されてます。ゆずきさんもです。で、林城さん。ジョーさんは、ジョーさんです。近代附属高校で社会の先生されてます。で、キックちゃんは、ウッシーが紹介してくれるのかな？はい。はい。はい。キックちゃんは、キックちゃんでございます。今、四万十町ですね。あ、ちょっとぜひお願いします。僕はもう長い付き合いなんですが。あ、もしよければ。キックちゃん。はい。四万十町にあります久保川高校でコーディネーターをしてます前田と言います。よろしくお願いします。お願いします。で、ゆうりさんも先週も来てくださってね。はい。もしよけ一言受ける。はい。高知大学の学生です。で、出身が津和野高校で、その時に牛木さんにお世話になってました。ね、はい。お世話になります。ありがとうございます。ようこそ。お願いします。さっき、私だけ紹介した、ミュージーとゆずきさん。はい。カンボジアは今、1時間、はい、あれか。2時間。はい。6時40分ですね、こちら。あ、じゃあディナータイムですね。はい、暑いです。暑い。ジョーさん、どうぞ一言。あ、はい、どうもこんばんは。ちょっと待ってください。最近ダブルズームっていうのを結構ハマってます。ダブルズーム。今サラスースの青木さんのウェビナーを見ながら、今こっちも今入ってるっていうダブルズームで、すごい欲張りなことを。欲張り。私は代表の話を聞かずにこっちに参加してますから。イエーイ。すいません、お願いします。お願いします。で、山ちゃんは、結構もう古い友人になっちゃって、ワクワークっていう、ワクワークイングリッシュっていうのを、始めて経営されて、フィリピンで。今はでも、湯河原。あ、今。はい。Play with the world。山ちゃん、ご紹介、はい、嬉しいな。お久しぶりです。久しぶり。はじめまして、皆様、山ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。で、ポンちゃんにしてる。ボンちゃん。ボンちゃん。はい、ボンちゃん。はい、ボンちゃん高校1年生です。はい、いい笑顔。自己紹介どうぞ。京都に住んでます、高校生、ともやです。よろしくお願いします。お願いします。で、由美子さん。由美子さん。こんばんは。こんばんは。由美子さんも京都で。はい。はい、ひかるちゃんの生徒の母です。保護者の。ゆえママちゃん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ます。お願いします。ます。で、たかひろは、芸工大の4年生。はい。皆さん、はじめまして。はじめまして。じゃないよ、私は。こんばんは。芸工大の4年生の松浦たかひろです。よろしくお願いします。コミュニティデザイン学科です。はい、去年は私の SA をやってくれました。はい、今年もよろしくお願いします。で、ナラッチ、さっきブッダってなってて、あー、ナラッチ。沖縄からです。
はい。奈良っちも教職取って社会科持ってるんだよね。僕、国語です。あそうだ、そっかそっか。国語です。はい。はい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。初めてのズームで、いろいろ戸惑ってるんですけど、沖縄の、中学校で、先生やってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな報告なかったぞ。僕言いましたよ。中学校で先生やってますよ。言いました。Oh, sorry. そして、よまるさんを、よまるさんは、はい。はじめまして、今日は山ちゃんの紹介で来させて。わ、嬉しい。ただイベントシェアしてもらってすごくびっくりしたのが、実は私島根県の海士町で働いたりとか、あと沖縄県の久米島町で寮母をしてたんですが、その時にウッシーさんのところに視察に行かせていただいたり、嬉しいです。島根で働く間にアルバイトを長門先生のところの島でしてたりして、おもうこれは苦しかない。この辺はつながってますね。僕も久米島の人と交換に来てます。大阪上島と久米島の人と。私、久米島の寮に1年目から高校生たちとワークショップやったりして。はい。ヒカルさんのお写真も見させていただきました。まだ貼ってあったんですかとか言って。海最高ですよね、久米島。すごい。今はどちらにいらっしゃるんですか？今実は山ちゃんと一緒に働いてて、神奈川の方にいます。いや、神奈川、私ね、ちょっとあれが開けたら、私湘南工科大学っていうところで授業を持たせていただくんで、週一で通うので集合したいです。よろしくお願いします。わー、嬉しい、ありがとうございます。ではでは、ですね、そうこうしているうちに時間が経っていくんですけれども、どうしようかな。こんだけ人数いたら、さっきの話に戻させていただくと、1週目はとにかくざっくりと、今の教育についてみたいなことをこう全体で話し合って、で、2週目の、今回、2週目はエンパサイズ と、ありたい、こうあったらいいよねっていうのと、実際はこうだよねっていうところを自由にちょっと落書きして、で、例えば、した上で出てきた言葉が、その人の目を気にするっていうところが、キーワードで刺さって、じゃあ人の目って何なんだみたいなところで話がもう盛り上がって終わっちゃったっていうのが前回なんですよね。で、今回については私の中では一つこう、じゃあここについて話したらいいかなという、ちょっと哲学チックな部分もあるんですけど、何か他に皆さんこうテーマとかあれば、ちょっと前回の写真とか共有した方がいいですかね、ちょっとだけ。で、共有して写真探しつつ、皆さんさっき1週目2週目を共有させていただいて、デザイン思考はとか有理論はとかで、グローモデルに当てはめてみてとかで、単純にちょっとわからないなっていうところがあれば聞いていただければ嬉しいのと、で、なんだろうな、疑問に持ったとか意見があるとか、そこもちょっとだけもうフリーディスカッションに、フリーに声を出していただけたら嬉しいなと思っているんですけれども、出していただきつつ、私は写真を探すので、誰かファシしてください。そのもちろんで、そうね、
全部僕も全然分かんないので、分かってる必要は何もないと思うんで、なんか今日ここちょっと、ちょっと聞いてみたいなというか、面白そうだったキーワードとして面白そうだったなとか、何でも良いので、もしよければ、ちょっと湧き上がってくるものでも。うん、ね。あ、菊ちゃん。うん、はい。話を聞いていて、はいはい、あのエンファサイズをする、まあ、ユーザーの感情に寄り添っていくっていうところが必要、うん、そうだなってすごく今思って聞いていたんですけど、うん、今私がやっていることがもともと中学校の教員で一斉授業をしてきました。でその後に、塾、町営塾で働いたんですけど、もうそこは個別、完全個別の塾で本当に一人一人、もうこの子には一体何が必要か、この子は一体何を求めているのかっていうのをずっと対話で引き出しながら、プランを練ってくるっていうことを3年間やってきました。でもう一回学校に戻って今英語の授業に関わっているんですけど、やっぱそのまた集団に戻った時に難しいなって、モヤモヤしてるんだな私っていうことに今日気づいて、すごい最近モヤモヤしてて、この英語の授業に参加しながら、また自分がメインでやってるわけじゃないので、なんだろうこれはって思ってる部分ってそこなんだなって、見たい、もっと先生方も一人一人見たい、また高校で全くみんなレベルが違うことも先生方も分かっていて、この子にはこれが必要だけど、いやでもこの子にはこのこれが必要だしって、もっと一人一人見たいけれども、見たいけどあの50分間の中でどうしたらいいんだろうっていうところが、もうなんか何もアイディアが今ないっていうところがモヤモヤしてるんだなっていうことに気づきました。さっきの話を聞きながら気づきました。共有です。モヤモヤ、なんだろうこの気持ちっていうやつですね。なんだろうこの気持ち、なんかちょっとモヤモヤしてるのが分かってすっきりした。うん、あ、嬉しい。あ、そこら辺ちょっとメモっていきたいですね。すごい大事だ。ね、あの先週の絵がこれ、チャットに、あ、そうですね、チャットにも共有しておきたいですね。ね。うん。これなんです。ね。見えてます？皆さんに共有で。先週の、話がこれで、まあでも本当50分、なんか、縛られたくはないんですよね。あの、まずアイディエイトしていく上で50分しかないよねとか、英語の授業、まあなんか、理想は私本当に科目なんて取っ払ったらいいし、もう PBL 中心で、うん、プロジェクトベースドラーニング中心な、うん、あの、教科横断型の授業ができたら最高だっていう。で、生徒たちも多分楽しめるんじゃないかなと思ってるんですけど、でも、いや、うちの学校所詮無理だなとかって思い出したらもう何もアイデア出てこないので、なんかそこら辺もなんかここのワクワクのところに書いておけるといいかもしれないですよね。その上でなんかもしかして新しいアイデアが生まれるかもしれないし、うんうん、他に、なんか他に感想でも意見でも、あ、私もそう思うとか、私はとかあれば。遠慮なく。あとちなみにこの写真とかも、あの、皆さんに共有したいんですけど、貼ったっけ？Facebook のグループ貼ってないかな？貼っておきます。僕が写真持ってます。あ、そうか。はい。はい。これ LINE、
LINE グループで、エチュホスト3人の LINE グループのアルバムに貼ったりしてるんですけど、まあ、なんか実装していく上で何がベストか私たちもまだ手探りなので、 LINE グループを、まあ、ここの緩い顔ぶれで作るのもありなのかなとか、でも Facebook やってる人とやってない人がいて、 LINE もやってる人とやってない人がいてみたいな、これ大学生たちも同じなんだよね。大学生だからなんか両方やるみたいに結局で両方に情報を出してると漏らしてしまうとかあって、なんか今のキクちゃんの話でつながるかなと思うんですけど、そこで言うとこう結構もう本当に深いエンパサイズを、するまでも、まあ、するした方がいいと思うんですけど、するまでもなくこう生徒に必要なものがもう目に見えてこれ足りてないなっていう、あのしてあげられてないなとかってもう気づけちゃってるのに、そこにやっぱアプローチが難しいっていう状態もあるなと、なんか、ね、思いましたね。もうだから、あとは生徒のしたいっていう気持ちを引き出すまですごい時間がかかると思っていて、高校生までになってくるとまた勉強が苦手な子たちが集まる学校なので、英語がとにかく嫌いで仕方がないっていう前提なんですよね。でもまあそれをちゃんと掘ってちゃんと話をしていけば引き出せることはあると思ってるんですけど、そこをじゃあ英語の時間を使って50分使って一人一人との対話をじゃあやっていくかってなると、でまずちょっとちゃんとフォトマップしましょうよっていう話になってしまうっていうところ、なんか結局上からこうインプットをするっていうような苦行を課すっていう授業になってしまうっていうところが悩みどころです。すいません、これで、はい、ちょっと一回これ画面共有、あのまた、Facebook なり、これ全然、送ったりもするので、あの一旦消して、ちょっと皆さんに聞きたいなと思うのが、今ちょっと英語前提的に話してるんですけど、まあ、あの英語の授業を一回あのデザイン思考しながら集まった皆さんと実装してみようっていうところもあるので、ここにお集まりの中で英語って苦手なんだって人ってどれぐらいいるのかなみたいなのを単純に、あのね、下に手を挙げたりするボタンってあります？ない？ない。ない。あ、こっか、視聴者のパあのところに、あ、そっかそっか、ここに手が挙げれるようになってるのか。皆さんの参加のところに手を挙げるみたいなのが、でもこれ見づらいので投票してみようかな。ねえ、あ、分かった、手を挙げる発見。手を挙げるはある。あ、いろんな個性に同時に対する、集団授業においては先生が主体のエンターテインメント以上がイメージできない。そうですね。できた？あれ？私、送った今。こう。あ、皆さんもできるのかな、これ。うまくいかない。
あ、そっか、もう単純にじゃあ手を挙げてもらおう。めんどくさいから。え、英語は苦手だよっていう人ってどれぐらいいますか？苦手？1、2、3、4、5、5人、6人。あ、いいですね。あ、ちょっとじゃあチャットも使いましょうか。なんかその、苦手だよって手を挙げた方は、いつから苦手で、これって自分なりになぜ苦手なのかっていうのも。相対的に言って、そうですね、なんだろう、負担が大きいからじゃないですかね。で、何かやりたいときに、英語力の限界は割と、なんだろう、お荷物になるってことですかね。だから、タネムロンドンに住んでたので、日本にいればできない方じゃないんでしょうけれども、なんでしょう、例えばそれを使って何かお仕事をしているときに、一つのミッションやるのに足りない要素とかしんどい要素はいっぱいあるんでしょうけど、その中で英語は割と大きな、なんでしょう、お荷物じゃないですね、大きな割と高い目の壁でかもしれません。足かせ、それですね、日本語で言うと、足かせですね。なるほど、うん、耳が終わってる。スピーキングよりリスニングが苦手。なるほど、確かに、あ、山ちゃんもコンプレックスがある。へえ。なんかちょっと話がずれちゃうかもし、あ、すいません、知れないんですけど、英会話の、オンラインのスクールも今やってるんですけども、なんか英語喋れますかって多分日本人に、今の質問も英語苦手ですかって言われると、苦手じゃ ないかもしれないけど、苦手かなみたいになっちゃうのが日本人かなと思って、英語話せますかって言うと、いや、話せるけど話せないかなみたいになって、Can you speak English? って言われても、Yes! って言える日本人っていないような気がして、少なくて、でも海外のフィリピン人とか海外の人に、Can you speak Japanese? って言うと、みんな Yes! って言うんですよ。じゃあ何かしらかっていうと、私、あなた好きですみたいな、その 1行しか言えなくても、みんな Yes! って言うんですよね。確かに。一人一人の日本人の中にあるその奥底にある、なんて言うんでしょう、ちゃんとできなきゃできると言ってはいけないみたいな、すごい根っこのもっと深い部分に、なんか大きな、なんて言うんでしょうね、見に行くべきところがあるような気がしました、この話は。はい、すみません、脱線したかもしれない。いや、全然脱線じゃなくて、私ここに英語の先生がいるんで、言いづらいんですけどとか言いながら、いや、なんかやっぱりその丸か×かがつくじゃないですか。で、それって結構そういうマインドにさせちゃう原因の一つだなっていうのはすごく思ってます。1週目に紹介したスピークバディっていうのをやって言ってるんですね、 AI 搭載のやつで。で、私が苦手な発音ってやっぱあるんですよ。私日本語でもなんか結構さしすせそが結構不得意というか、ちょっとこうしたったらずみたいになって、やっぱりシェットになっちゃうんですね、シェットがうわシェットになってるみたいになってて、でずなんかすごいそれ笑われた経験があって、海外に行った時に Can you sit here? Can I sit here? って言ったら、シットみたいに言われて、そっからなんかすごいシットが言えないみたいな、今シット言ってますけど、うん、
シットの座る方と、そう、座る方、話でやる、そうそう、ここにうんちしていいみたいな感じになって、ここに座っていいって言いたかったのにとか、なんですけど、いまだになんかやっぱりそこを避けて通ってきてるから言わなくていいように、なんかそうするとやっぱ言えないみたいなのがこの AI のスピークバディで、あのリピートアフターミーみたいなのがあるんですよ。でリピートすると、その私が言った通りの発音がそこに出てくるんですね、うん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 、そうすると普段もう私もじゃんじゃんその辺にで、なんかそのあんまり気にせずに喋れてるのに、ここでこうやって喋るときだけすごい脇汗かいて緊張するみたいな、ちゃんとスケールっていうか、あの採点してもらえるようにすっごいゆっくり喋ってるとか、なんか、うん、そうすごい、その採点されるってなったら、縮こまります。だからなんか山ちゃんが言うそのなんか気持ちというか、だからその採点されるとか見られてるとか、うん、なんかこう成績にとかってなった途端に、こうあの大胆になれないです。うん、だってなんか評価判断されるっていう感じ、うんになんか脅かされる感じはすごいある、怯えてる、すごく怯えてる、うん、あとこんなにできないといけないっていうプレッシャーがある言語、英語だけじゃないですか、うん、例えば他のことができなくてもですね、まあ、仮に他の言語でも、あ、なんか意味さえ伝われば、まあ、かろうじて OK かなっていうことがあると思うんですけど、英語はちゃんとできないとなんか自分が悪いみたいな、なんかちゃんとっていうのが結構ついて回るっていうのはあるかもしれないですね。ちょっと前奈良っち手挙げてる、これあ、はい、うん、あ、ごめんなさい、はい、あ、全然話ぶつ切りにさせたかもしれないんですけど、全然大丈夫です。僕英語今となったらとても好きだなと思うし、喋りたいなと思うし、勉強したいなと思うんですけど、中学校の時思い返すととっても英語嫌いだったんですよ。で、うん、まずもう文法がわからなくなったってところから、もう第一のストップが来て、で英語って積み上げの強化かなと思うんで、そこでつまずくと、うん、取り返す時がないと、なんかそこからもうどんどん苦手になってきて、もう結局分からなくなったってところから、僕は英語のその学びを止めたかなっていう感覚がありました、高校、うん、大学まで、うん、でも今になると、あ、ちゃんとやっとけばよかったなと思うんですけど、はい、っていう感じですね。なるほど。で、先ほどあったように、うん、やっぱりちゃんとできないと英語理解してるって言えないなっていう感覚は自分の中にすごいあります。うん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 。なんか、すいません、たびたび。ああ、もちろん。つながるんですけど、なんかこう、今子供、今ちょっと背中でやっと2人目の子今寝たんですけど、あの5歳と2歳の子供がいるんですけど、自分も親として気をつけなきゃなと思ってるんですけど、あの海外がどうかわからないんですが、なんかこうすぐに本当に愛情 100% 受けられる時代って本当に10ヶ月ぐらいまでなような気がしていて、そうすると、うん、あ、この子もう寝返りできたねとか、あ、はいはいできたね、あ、もう歩いたねみたいな、すぐなんかもう子どもの成長ですら評価判断とできたできないで見られるってことがすごく多いのかなと思っていて、うん、ひらがな書けたね、もうあの子書けてるらしいよ、できたね、すごいねっていう、うん、なんか、うん、あ、何々できたんだね、すごいじゃんっていう、なんかこう、なんていうんですかね、
感じが結構日本だと多いのかなとか思うと、なんかそのできてない自分はダメだっていうあのメンタルモデルがすごく強く一人一人の中に入っていくのかなってすごく感じました。なんか他の国で小さい頃を過ごした方がいたら聞きたいなと思いました。お話ゆずきちゃん、あの帰国子女で、はい、どうですか？なんか、海外で育ったんですよね。はいはい、2歳から8歳までアメリカに親の仕事の関係で住んでいて、なんて言うんですかね、その時はもうなんかナチュラルに、はい、ナチュラルにこう英語に触れて、うん、それがで、ね、あでも、うん、最初保育園に通っていたんですけど、現地のもう自分は日本人だって言い張って何も喋らず2年間過ごして、で幼稚園に上がった時に英語に初めて英語なんか、まあ、聞けるようにはなってたので理解はできるようになってて、で話してみたら楽しくてもう自分アメリカ人だなって思って多分その時、帰ってきた時にはもうアメリカ人だから日本語は絶対喋りませんって親に言ったらしくてで家では姉とは英語で今でも でも親とはまあ、英語で話しても日本語で帰ってくるっていうアメリカ時代からそうだったので、うん、基本的に日本語なんですけど結構アイデンティティに悩むことも多くて、あとなんか帰国子女っていうレッテルから来るプレッシャーというか、で変なプライドがあったりとかできなきゃいけないもの、うん、帰国子女だったら英語喋れるよねみたいなことも多いし、うん、自分も英語を忘れたくないし、うん、ということで結構なんか日本語が入ってきた日はその倍ぐらい英語を聞かなきゃダメっていう時期も結構長いことあって、へなんかそういう言語に関しては結構敏感というか、うん、今でこそ日本語をすごい吸収したいって思えるんですけど、うん、そうじゃなかった時期もあって、うん、英語が嫌いになりそうな時期もありました、うん、苦手というか嫌いっていう、うん、なんかここにあのチャットの方に英語に対するプレッシャーやプライドに悩むことが多いって、はいはい、うん、そうですね、なんかそれこそ中高一貫校だったんですけど帰国子女だけが入れる学校で、うん、でそこで、まあ、上には上がいるっていうなんかもう英語で競うような学校だったんで、うんうんうん、なんかバックグラウンドはみんな一緒だからすごくそこは落ち着くし、うん、居心地がいいんですけど英語ができなきゃやっぱダメだなとか、うん、思っちゃう部分が結構プレッシャーになったりしてた部分はあります、うんうんうん、でも、うんうん、普通の学校は馴染めなかったので小学校の時、うん、全然それよりはマシで、はい、チャットの方にも書いたんですけど、うん、なんか小学校の時の地元の小学校が結構トラウマになっちゃって、うんうん、なんか帰国子女とか英語っていうので結構変に目立ってしまうっていうか、田舎だったんで、うん、そういうのがあって、うんうん、なんか、うん、ある意味中高で英語で生きていけたので、うん、ここは助かったなっていう思う部分もあり、うん、苦しかったなっていう思う部分もあり、うん、みたいな感じですね、うん、なるほどね。なんか皆さんの話聞いてて、まあ英語は特になのか日本っていう国だからなのか、私すごい脳比ってよく言ってるんですよ、うん、あの比較しない、否定しない、人のせいにしないみたいな、でその中のやっぱり比較っていうのがすごく生まれてるんだなっていうのをなんかこう改めて感じて、誰々よりできるとか誰々と比べたら全然ダメとか、うん、
なんかちゃんとっていうのもなんか比較対象があってこそのちゃんとなのかなとか、で英語っていう教科ってその比較しやすいのかなっていう、わかんないですけど、例えばジョーさんこう社会の授業とかだったら、うん、社会の授業の中における比較ってあんまり生まれないのかなとか思ったんですけど、どうですか？比較がそのなんかその歴史的とか国別とかそういうこう分析するための比較をの的な教育はされてないですよね。うん、出ない気がします。うん、なので、なんかその身近なところで人間って絶対こう相対的にこう比較しちゃう。うんうん、なので、うん、だから本当にその比較すること、比較して分析することはすごくいいことだなと思ってるんだけど、なんかそのちゃんとそこら辺のこのロジカルというか学び、うん、要は考えさせてないからこそ、なんか自分のエモーショナルなものをこう比較対象にしちゃってる気がしてます、うんうん、僕はあまりしないので、うんうん、比較すること自体が悪いわけではないということ、うんうん、そうです、比較することは決して悪いことではないので、うん、比較して分析してちゃんとなんか自分の意見とかっていう、うん、そういう訓練を学校、うんとか教育でしてないなっていうのを最近つくづく思っている。高博も手を挙げてくれてたりとかするかな。はい、うん、僕はチャットにも書いたんですけど、まあ、高校の時思い出して、うん、まあ、高校で言うとみんなセンター試験の勉強とかをしていたので、それセンター試験はみんな問題一緒で点数が何点って出る、うん、で毎回こう点数が上位から何人みたいなのでクラス内で教室に張り出されてたりしてたので、こうみんなが勝手にこう上位にいる人が英語できる人で、それに乗ってない人は英語苦手な人なんだっていうのを、こう自分が発する前にこう目で他人が分かっちゃう、うんうん、で公表したくなくてもこう点数バーってなんか僕の高校の時は勝手に張り出されちゃってたんで、そういうのでなんか乗ったな乗ってないなとかでこうあできないんだなって、一回乗んなくなるともうどん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 乗んなくなっちゃったりっていうのがあって、なんかそういう点数60なんか何十点とかそういうので僕はできるできないを自分で判断してます。うん、うん、なんか一方なんかそのどこだ よまるさんが書いてくださった、最初の方に書いてくださったのがすごい伝わったらっていうところかな。あ、これ20代の時のっていう、うん、よまるさんお願いしていいですか。あ、なんかそのちょっと経験のシェアでいいですかね。うん、うん、うん、あ、私その特に英語すごく勉強したわけじゃないんですけど、20代の本当28の時にデンマークの方に留学したんです。で今思うとすごい無謀だったと思うんですけれども、うん、まあ、その学校が本当にそのなんかこう自分の生き方を学ぶ学校ってい コンセプトでもうデンマーク全土で運営されてる学校 で、そこでなんかはさっきウッシーさんが書いてたようなやっぱりビーイングとかプレゼンティングがすごく大事にされていたので、うん、なんか人から評価をされるっていうことがその学校のシステム上全くなくて、スコアもないし入学試験もないし、本当にディスカッションとかもしたりするんですけど、それは自分の思想を深めるためっていうのが明確にあったので、なんかその環境の中だと
自分が何者であるかを説明するための語学力はすごく欲しかったですし、あできない人だったんですけど、別に何か文法が変だとか、なんか語彙がちょっと少ないとか、最初は気にしてたんですけど、途中で自分が何者かを理解してもらえると気にならなくなったっていうのはすごい大きな経験で、なんかその時には語学はあくまでツールなんだなとも思いましたし、一方でやっぱり自分が何者であるかを伝える手段としてはもっと向上させたいなっていうのはすごく感じたのは大きかったです。すごいすごくヒントになるかもしれない、デザインしていく上での。そうですね、たくちゃん、どうですか？そうですね、なんか今のよまるさんの話聞くと、なんか僕も1年間、まあ、1年だけアメリカに留学してたことがあって、でその時に困ったのは、なんかもちろん発音とか文法とかも困るんですけど、なんか発する自分の言葉があるかないかみたいなところって結構大事かなと思って、なんか流暢に喋れるけど中身はスカスカじゃなくて、なんかこうさっきの鈴木さんが言ってたアイデンティティとかとも関わってくると思うんですけど、自分の言葉をやっぱり伝えるみたいなのが結構大変やったなと思って、授業とかでもめっちゃ早い感じでディスカッションして、そこでこうパッとやるみたいな時になんかめちゃめちゃ困って、で今例えば僕日本で英語の教員をやってて、で、なんか自分の好きな本が読めたりとか、英語で授業するっていうのには、そこまでなんかこう、仕事なくすぐらい僕英語力は困ってないので、なんか苦手じゃないかなと自分では思うんですけど、なんかそれこそ比較で言うと上には上がいるし、僕より喋れる人絶対いっぱいいるからなとも思って、コンプレックスも感じるところはあるけれど、なんか英語の強化として、なんかどんな感じになってほしいんかな、なんか生徒のみんなにどんな感じになってほしいんかなと思うと、やっぱりこう、さっきよまるさんが言ったことなんかなとも最近ちょっと思ってきたんですよね。うん、あんまりまとまってないですけど、なんか、評価を通して、自分のこう、言葉を作っていくというか、アイデンティティを確立していくみたいなのは、結構、なんか、いわゆる語教科の中でも英語の特性なんかなと今ちょっと思ったりします。なんかあんまりまとまってないですけど、なんか私さっきもちょっと言ったんですけど、なんか本当に去年1年間もう本当になんか旧態依然としてるのが変わんないなと思って、学校っていう組織がね、で私は本当に目指したかったし、目指してたのがその PBL にして、もう全部 PBL にして、そこにいろんな先生、いろんな教科のいろんな先生が それを中心、そのテーマを中心に、社会は理科は国語はっていう風に関わるような授業を作りたいなと思っていて、その英語を学ぶっていうよりは英語を使って、竹馬作るとか、竹馬作って外国人にの人たちに日本の文化を教えるとか、なんかそういう授業になったらいいなとか、例えばじゃあ竹っていうのの起源ってどこ何なんだってするときに、国語ではこう京吾くん、はい、京吾 you speak English right? You're studying English. I don't know. Okay. かわいいね。How old are you?
How old are you? I'm 6. Ah, you're 6. I'm baby. Great, great. また来週末会おうね。絵本の。絵本の、はい、講座で。そう。で、うん、あの、例えば、竹取物語とか、ね、ああいうのとまた組み合わせてみたら国語と組み合わせることができるのかなとか、なんかその竹を使って、すごく美しい竹馬を作ろうってなったら美術デザインとか工作とかそういうのになるのかなとか、なんかその、どこまで高くそのでや数学にできるのかどうか、なんか無理があるかもわかんないけど、うん、なんかそういうなんか、うん、どんな素材もPBL にできるんじゃないかなと思ってて、はい、何が言いたいかっていうと、なんか英語を勉強するっていう風にしちゃうと、しんどく そこでの点数とかがなんかこう、それこそ文法中心になってしまうところだったり、点数つけられたりとかっていうのがしんどいのかなって思うので、英語を使ってに変えちゃう方が無理がなく、なんかさっきおまるさんがおっしゃっていただいたような、その通じるっていう感覚が得られてとか、自分を表現するっていうのになるのかなとか、そういう授業にできるといいなとか思った、うんうんうん、学校のシステムそのものを本当変えていきたいんですよね、なんか、うんうん、変わんないですかね、校長やっても変えれなかったんでなかなかさっき菊ちゃんが、うん、筆記を一切廃止にするって言って、筆記テスト、英語は一切配信するって言ったけど、なんかそこも考えて面白いかもしれない。英語はテストは外だと思うんですよ。もう体育と一番似てるのは体育だと思っているので、英語の授業っていうのは、それなのになんかシュートフォームをこうやって、いや45度になってない、もうちょっとなんか30度みたいなこと言ってるのと同じだよなってずっと思うんです。いいから打てみたいな打ってたらそのうち入るわみたいな風にしていかないと、いつまで経ってもやっぱり喋れないよなっていうのは思います。山ちゃん体育も教えてるもんね。体育もやってます。体育もやってます、ね。体育の授業の中に英語取り入れたりとかしてたりするんですか？大学とかではもう体育は体育なんですけど、うん、でも英語を小さい子たちと一緒に、フィリピンの先生が一緒にやるときは、今皆さんがおっしゃってたように、英語としてやるっていうよりは、英語は喋ってるけど、木を切ってきて木で鉛筆作ろうとか、なんか本当にサブ的な要素だけど、英語に触れて自然に習う、うん、習得するっていう感じにはしてます、うん、なんで菊ちゃんさんがおっしゃってたような、とにかくその場に行って やろうみたいな、うん、タイプにも確かに似てるな、うんうんうん、なんかこう今日山ちゃんがね入ってきてくださって、多分そこあそこの案内の中に英語のみたいなのも入ってて、でなんかこう、うん、なんか山ちゃんとかよまるさんとかの、そのなんだろう、ここのサロンでこういうこと話せたらいいなとか、こういうこと聞けたらいいなとか、もしあっての、だってずっとワクワクをもう創業して8年、11年になりました、まあ、8年どころじゃない、おめでとうございます、ね、やってらっしゃって、で、どんどんこう増えていってるというか、ユーザーの人たちも増えている中で、何かなんか こんなこと困ってるとか、こんな工夫してるとか、日本の教育こうなったらいいよねとか、日本の英語教育こうなったらいいよねとか、なんかあったりしますか？
ありがとうございます。すいません、ちゃんと案内を読んでいなくてですねなんか英語だったんだっていうことに先ほど気づいたという感じで恐縮なんですけど、あ、全然、あのもうひかるちゃんとあのうっしーさんとたくちゃんさんがセッションをするっていうことであの飛びついたというのが一つ目と、嬉しいこの場に来たいなって思ったのと、あの有理論って書かれてたので、ちょうど今あの関東のある高校さん の, あの探究学習の方をデザインに入らせていただいていて、うん、その有理論をベースに高校中高生の探究がこれから必修になっていく中で、探究 の, あの授業っていうのをどうデザインしていくのができるのかなっていう興味もあって、あの有理論とひかるちゃんとうっしーさん、たくちゃんさんっていうキーワードに惹かれて、よまるちゃん行こうよって言ってやってきたという感じでした。あ、なるほどなるほど、はい、さっきのじゃあ説明での有理論はまだなんか有理論だけの研修じゃないや講座みたいにしたらまあまあ長くなっちゃうんですけどうん、あのデザイン思考におけるもっと掘ろうよっていう意味で有理論ちょっと今回は入れてみたんですけど、皆さんあの さっきの説明って分かりました？ちなみに由美子さん、有理論はあんまり分からなかったです。あとそうですね、エンパシーとかディファインということについては私の持ってるイメージとだいぶ違う言葉の使い方だなという気がしてましたね。なるほど、うん、有理論に関しては私みんな今ここに12個13個13人いらっしゃる中で、13個の脳みそが存在していることになってるんですけど、有理論のプレゼンシングのあそこの地点に行った時には13個じゃなくて一つの脳みそになってるっていう状態っていう風に訳してて、訳すというかはい訳してて、でそれを体験しようっていうので、例えばインプロビゼーションで即興のゲームをして脳みそがいかに同化していってるか、つながっていってるかっていうことを体験してもらうということもやったりしています。なんか例えば同時に同じ言葉が出せるとか、インプロで言ったらワンワードとかワンボイスとかっていうゲームがあるんですけど、ワンワードは例えば一言ずつで文章を作っていくなんですけど、さらにワンボイスになるともう同時に同じことを話していくゲームみたいに、それを、はい、体験するとか、まあ、それはもう本当にワークショップだったり講座だったりでやってるので、ここはちょっと そういうのは取り入れないでやってるんですけど、うん、その、うん、有理論のプレゼンシングの状態ってこうだよねっていうのを共有したりはしてます、うん、はい、っていうので由美子さん、はい、それってシンクロスしていくみたいなことでもなくて、ま、そうです、そうです、シンクロしていくんです。なのでたまにもうなんかこう話が乗ってて相手の人と同時に同じことを言うとかっていう状態って、脳みそがもう同化してなんかいつの間にかここにある脳みそがこう空間を超えてこう脳みそがこう一緒につながってるみたいな状態が、あそこの有理論のここの状態っていう風に、はい、なるほど、源と、うん、はい、脳みそがつながってるってちょっとイメージできないんですけど、ね面白い、そうなんです。なんかよくこういう絵を描くんですけど、ここがそれぞれが持ってる脳みそのはずなのに、なんかこうもうつながった脳みそになってるっていう状態まで降りていくっていう、うん、あなたが言ってることは私が言いたいことと全く同じってなってるよっていうぐらい降りていこうっていうのが有理論なので、そこまで行き着くにはまあまあ時間もかかるし、本当に自分を捨てなきゃいけないというか、
いろんなものを固定観念も捨てなきゃいけないし、価値観も捨てなきゃいけないかもしれない。捨てるじゃないんですよ、手放すだから。置いとくってよく言ってるんですけど、握ってたら全然こうやっぱり価値観、自分の価値観で物を見ちゃうし言っちゃうじゃないですか。だからそれを一旦ちょっと置いといて、手は空っぽにするっていうか、で、うん、あの全て空に慣れてる状態に なっていこうねっていう風に。でもまあなかなか、うん、自分の価値観を捨てきれないことって多いんですけどね。なんとなく、うん、はい、はい、そうこうしてるうちにまたちょっとうわいっぱいなんか今日はチャットがあって、ちょっと読み返していろいろとうん、よし、なんかそろそろずっとずっとエンパサイジングしていくみたいなそうそう、エンパサイジング、うん、さらにさらに掘れば掘るほど掘っていけるもんね。うん、エンドレスなんですよね。うん、うん、多分デザイン思考の中だとこうやっぱりそれこそエンドレスをちゃんと受け入れるってところと、あとこう計画的にこう一回区切っていくみたいなのは別にまた続く、またやってもいいと思うんですけど、一回区切って次に行くみたいなのはあってもいいと思いますね。うん、掘れば掘るだけ掘る場所はあるし掘り切れるんだけど、多分プロトタイプ一回作って、うん、作った上でそこからまた掘れたりとかもするんで、うん、プロトタイプに突入してみてもいいのかもしれないですよね。ここら辺からいっぱいこう情報というかアイデアというか感情というかいろんなものが出てきてるので、これをなんか KJ するなりなんなりでまとめて、KJ わからない、 KJ わからない、誰が言った、はい、あ、ゆみこさん、うん、川北二郎さんっていう人が開発した、まあ、あのアイデア出しをするって、アイデアっていっぱい今も皆さんこう、うん、チャットでいろいろとアイデアだったり思いだったり考えだったりこう出てるんですけど、これをカテゴライズしてみるっていうか、同じことを言ってるねとか、あ、なので、あ、こういうあの思いだねっていうのと、こういうの目指したいよねっていうのと、いろんなものだったりとか、まあ、そういうのをカテゴライズしてっていうのを KJ法って言ったりするんです。うーん、なるほど。で、カテゴライズしながらそこに秘められた意図っていうことをちょっとこう抽出していくっていう、でそこで新しいアイデアにつなげていってプロダクト作ってみるとか。なるほど。今日またまあだいたい時間が9時半なので一旦締めましょうか。うん、うん、あ、面白い。うん、うん、な、あの、あ、ちなみに先週ニュージーと働こう語るのカンボジアバージョン作ろうっていう話になったんですよ。カンボジアにいるあんな人こんな人を働こう語るで語ってもらったりとか、いいですね、であのプラスカンボジアあのスタディーツアー、オンラインスタディーツアーが生まれたらいいなって言って、そう、なのでなんか山ちゃんが今日参加するっていうので知り合ってたりします？2人。いや、はじめましてです。はじめましてです。代表の青木さんはつながってる。あ、青木とつながってるんですね。はい、今日も8時から小沼さんとあるなと思ってました、ずっと。そう、そうなんですよ小沼さんの方私は差し置いてこっちに参加してます、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なのでなんかまた来週もこの時間でやりたいなと思うんですけど、何らかこういうところ出てきたものをちょっと整理して、私かたくちゃんかウッシーがか3人で、でなんか整理してる上でプロトタイプが生まれそうだったら、ちょっとプロトタイプとして共有するなりみたいな感じでやるかな。う
再集合するしかないですかね、うん、3人まずちょっとここで KJ っていうのがちょっと難しいかな。どうだろう、どう、ね、どうですかね、うん、ここでこの場で KJ はあれかな、とこの場でね、この場ではね、あ、うん、この場でね、オンラインでそこまでできたら最高なんですよね。なんかホワイトボード使ってなんか出したものがシュ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 ってこうねカテゴライズしてくれたら最高なんですけどね。そうですね、うん、あの ミロっていう、この間先週ちょうど使ったばっかりなんですけど、あのミロっていう、うん、なんて言うんでしょう、サイトがあって、うん、それだともう本当にポストイットをガンガンみんなで貼れて自由に全員で動かせて、あの高校の先生たちとそれを使って、うん、あのワークショップやったら結構良かったよね、うん、まるちゃん、あのミロすごいパワフルなツールで、あ、今ちょっと見せれるかもしれません。あ、ぜひ、あ、よまるちゃんぜひ、ちょっとこれ、あ、見えますか？見えます、見えます。見えます。これ、うん、今、私一人しかログインしてないんですけど、動かせて、うん、全員が一気に書き込めるんです。面白い。本当の紙みたい。で、本当の紙みたいなのも、さらにこの、うまるちゃん押せる、うん、あのさ、ポストイット打つときにさ、うん、あのあ、バルクモードっていう、一個上かな、ポストイットで。あ、バルクモードってするとすごいよね、これガーってガンガン打っていくだけでダンってやったらポストイットに全部書かれるっていう。あら、へえー、あ、本当だ、わお、で、色も変えられてカテゴライズもできるし線も引けて、あの、これは本当にすごいなと思いました。もう一緒にいるような感じでできて、写真撮らずとも残るっていうのは、ズームとなんか連動させ、あ、すみません、だ、連動したりできる、そういうもんじゃないんですか？どういうみんなで使うには、そうですね、やるとしたらここにみんなでログインしながら誰か一人が画面共有か、まあでもみんな手元で見えるので、そうか、あ、一人がこう貼る人がこういればできるみたいなとこ。そうです、あ、そう、全員が同時に貼れます。あ、なるほど、うん。誰が何を動かしてるかも見えちゃうっていうのが結構面白さで。うん、はい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 。この人数でもできるんですか？あ、できます。全然できます。ミロっていうのを、あの、それぞれがダウンロードしておかないといけない。ホストが、ログインしたら無料で招待する形でチームを作れて、うん、でも山ちゃん、うん、有料だと何が良かったっけ、あれ、有料だと一人一人がアカウントを作ってログインする必要がないので、うん、例えばひかるちゃんが今後も学校で使うっていうことであれば、うん、月に年間だと8ドルかな、1ヶ月お安い、下のリンクを作ってみんなに送ると、あの、うん、ログインする必要がなく全員が使えるので、それはいい、すごい、ね、無料でもできるんですけど、一人一人がアカウント作んないといけないっていう。あ、そしたらね、突発的に入った人とかにはできなかったりしますもんね、うん、お、じゃあ早速作りましょう、はい、うん、ありがとうございます。まあ、それも含めてで、何らかちょっとその辺用意しましょうかね。そうですね。来週に、はい。ちょっと進めましょうか。もう3週エンパサイズしたんで。で、まあ、今週は特に英語っていうところにフォーカスしたってなりますよね。あの、先週は学校っていうこととか、授業っていうことに対する、ちょっともうちょっと大きい目で見てたけど、なんで英語の授業はっていうところが今日のテーマだったりしたので、はい。で、まあ、できれば6月入っていつかのタイミングで実装したいんですよね。一回ね。はい。という感じで今日はこのあたりで一旦お開きにしたいなと思います。ちょっとみんなで写真を撮りたいんですけど、写真撮っていいですか？写真撮る
ジョー寝転んでたな。はい、チーズ。OK、ありがとうございます。この辺とか、あの、Facebook のグループに、あの、どこまで公表していいのか分かんないけど、あそこにはもう貼っちゃって大丈夫ですかね。貼りますね。貼ります。ありがとうございます。じゃあ、また来週も、あの、ちょっと相談しつつで、こんな内容でこんな風に進めるっていうのをやるので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。